はい、ここはですね、ショーガートの上の岩登り、まあ最後の難所って言ってもいいですかね。はい、取ったら終わりだ。取ったら終わりですよ。山は落ちたら終わり。落ちたらあかん。どっちから行ってもいいんですけど、好きな方で行ってくださいっていう、そういう意味なんですよ。はい。なのなすびの神様に聞きますか。こっちの方が面白そう。ね。そういう感じするでしょ。あれあれじゃないですか。何も登りやすいじゃないですか。あ、なるほど。そうね。はい、今岩登りのね、だいたい中間くらいまで来たところですかね。こんな感じのところ登ってきました。結構ね、お花いっぱい咲いてるんですよ。ね。でさらにね、この上、今ゆうさん登っていっちゃったけどね。まだあるんですね。あと3分の1ぐらいかな。はい。ずっと岩登りの連続。もうこれが楽しくてね、ハマるんだよね、山登りって。普通にだらだらね、樹林帯を歩くのも悪くはないんですよ。涼しいしね、新緑が綺麗だし。でもね、やっぱりこの岩登り、クライミングの場所になるとね、またちょっと違いますよね。なんか本当に山にね、こう張り付いてね、登ってるっていう、そんな感じ。これがもうなんともね、言葉で表せない感じ。ね。じゃあもうちょっと頑張ります。あ、危ない。負けてないから。結構ね、下が急なところにいっぱいお花咲いてるんですよ。はい。こういう感じの。こっちも谷。ここが氷河の跡って言われてるとこで、まあ雪に削られたね、岩がもろ出し、丸出しのところですね。ええ。滑りやすいですよね。これ途中で滑ってツーって行ったらストンって行っちゃうね。ラクダのコルがよく見えますね。こっから見ると、ラクダさんのコル。これが有名な懺悔岩。なんで懺悔岩？よくわからないけど、懺悔岩。うん。山の神は早いね。やっぱり、疲れ知らずで。どんどん、勢いがついてくるというね。これ山の神の特徴。山神さんと、海亀さん。そういう感じですね。はい、一箇所ね、こんだけね、まだ雪渓が残ってました。で、なんかあのね、道がわかるようにね、あそこにこう、なんかね、なんていうんですかね。滑ったら終わりですから。止まりませんよ。小屋に来ました。ゆうさん、はい、ちょっとあったかいもの着ていきましょうよ、はい。上ね、少し寒いと思うんですよ。
誰もいませんよ。トーマの耳です。トーマの耳来ました。真っ白です。何にも見えません。何も見えないとね、高度感がないからスリルがないけど、ああこっちはね、結構スリリングだよ。ヒューワッって感じ。音声で表現すると。はい。三角点。タッチ。おめでとう。ありがとう。って感じで。じゃあ、沖の耳へ。わー、すごいね。設計がこんなって残ってますよ。こうやってね、最後こういう風に残っててね、これ雪庇って言うんですよ。乗っかるとズドーンと落ちるので、要注意です。よいしょ。うん。誰もいませんね、一っ子一人。うん。時間が早いっていうのもあるけどね。ここにも咲いてる。シャクナゲさんもね、咲いてるよ。よいしょ。うん。来ましたね。大きな耳。大きい耳じゃないよ。大きな耳。1977メートル。大きな耳。谷川岳大きな耳。到着しました。ああ。今真っ直ぐね、トモの耳がやっとちょっと見えるぐらい。こちらの反対側の下はね、一の倉沢って言ってね、まああのクライミングで有名なので見えないね。まあでもすごいね、そこの岩の下は何もないんですよ。ずっとーんって感じだね。はい、いや来ましたよ。大きな耳来ました。無事に到着、おめでたい。いや、おめでとうだね。いや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 、しかも今何分、今10時13分ってことは3時間半？いや、早いわ。まあ。早いんすか？早いね。いや、早い人の部類に入るね。うん。もっと早い人いるよ、もちろん。うん、頑張ったね。はい。タバコがうまいだろうね。はい。ビールの方が美味しいと思う。ビール飲むか、はい、それとも小屋行って飲むか、飲みましょうね、はい、雨降ってるからね、はい、ここはタバコ一服だけにしといて、小屋でのんびりだ。わあ、しかし下の方がほら、こんなすごいね。この光景はね、なかなかやっぱり谷川岳って感じ。この切れ落ち方ね。ああ、小屋に、ここは肩の小屋っていうのかな。小屋に到着。この上にね、お社が、無事に登山できました。ありがとうございました。本物の神社はね、
さっきの沖の耳のもうちょい先にあるんですよ、実は。そう。そこは僕も行ってないんだけど、重装する人はそれ通るんだよね。本当だ。天狗の帳場ってね、登っていませんか？ちょっと登って上見るとね、はい、景色がね、いいんですよ。天狗になったような、そんな感じ。これ景色良かったらいいっすね。景色良かったらいいんだよ、それ。マジ。今日はね、何も見えないミルキーウェイだからさ、うん、面白くもおかしくもないと思うんだけど、まあ天狗の帳場っていうこと。はい、元天狗さんが泊まってたんでしょうね。泊まりバッグ、うん、はい、ここがね、避難小屋になってますよ。で、二股の岩尾新道というのがね、この先にあるんですけど、ちょっと降ってきましたね。はい。ちょっと、雨宿り熊穴沢避難小屋。はい、今、天神尾根をね、降りてきて、あと天神平まで1キロですけど、どうしようかな、ちょっと雨が微妙ですね。まあでも降りてきますかね。うん。あと2、300メーターのとこにあると思うんですよね。分岐が。はい。今ね、天神平尾根を降りてるんですけど、ここがね、田尻尾根コース 3.6 キロって書いてありますね。降りの 3.6 キロ。ありますね、結構。ありますね。ありますね。はい、まあ、行くでしょ、でも。いや、行きます。あ、もう。全然余裕で行きます。うん、全然余裕で行くっすか。行きます。はい。わかりました。はい。もう、余裕のよっちゃんね。はい。じゃあ、こっちの、本当はね、こっち行くとね、ロープウェイ。愛しのロープウェイが待ってるんだけど、まあ、今日はね、立っての、ね、まあ、ゆうさんが行くといえば、雨も上がるという感じでしょうか。